はい、ということでね、まあ別日に撮ってるんですけど、まあ今日の今回の動画でちょっとマルさんのねポップアップストアに行ってみようかなと思っております。ポップアップストア行きたいけどどんな場所かわからない人とかは多分いると思うので、なんか参考になってなればなと思って動画を撮りました。あ、ヒートテック見えちゃってる、恥ずかしい。今ね世田谷代田について、今回のね、東京のマウルさんのポップアップストア、ボタニカルベースバーでやってたのことなので今ね向かっております。はい、ということでね、今ねちょうどボタニカルベースバーに着いたので、もしね撮影許可が下りたら中の様子撮れたらいいなと思っております。撮影の許可が下りたということでね、中の様子をちょっと動画撮りたいと思います。では、はい、ということでね、ここからはワイプで店内の状況を僕が、説明していきたいと思います。店内入るとまずこんな感じでございます。実はですね、これ下にねコルクの破片みたいなのがいっぱいね敷き詰められていて、なんか歩き心地とかもすごい良くて、なんか細かいとこまでこだわりをすごいひしひしと感じて、なんかすごいなっていう風にまず思ったのが一つの感想でございます。でですね、ここまあ中村名人のサインなど様々なね記念品がいっぱい置いてある、スペースとなっておりますね。ここもねすごかったですね。はい、こんな感じでねコーヨーね飲みながら、ゆったりヨーヨーのことを考えたり、その場で知り合った方とヨーヨーの話をしたり、この商品次、この今ね商品何を買おうかなとか考えたり、サンプル振ったりとかしながら、もう本当にまったりできる空間が広がっておりますね。商品もねこんな感じで綺麗に並べられていて、なんかもう全てにねこだわりを感じたというか、マウルさんのこのなんだろうなブランド力というか、そういうのが広がった空間だなと思いました。はい、はい、ということでね、ちょっと買い物してきました。中村名人さんとかも来ていて、なんかもうメンツがすごい今回豪華だったので、まあ初めてだったんですけどすごいなんか緊張しました。この商品はね、後でゆっくり、レビュー動画撮りたいと思います。ありがとうございます。はい、ということでね、今ねお家に帰ってきました。ということで、こちらねマウルさんで買ったものを今からね、ちょっと出していこうかなと思います。完全な開封動画はまたまとめてね別の動画で出そうかなと思ってるので、その時によろしくお願いします。今はね買ったものを紹介する時間ですね。はい、ということでまず1個目、アナーキーロゴのねロンティーですね。これもねほんと可愛くて、僕マジでアナーキーのロゴ大好きなんですよ。で、まあそのロンティーと、はい、が一つで、もう一つがこれもね、アナーキーロゴのね、グリーンのレザーホルダーですね。マールさんのレザーホルダー僕ずっと欲しくて、ポップアップストアに売ってるっていうのを聞いてたので、いずれね、予定あったら行きたいなと思ってて、ついに念願のね、マールさんの、しかもアナーキーのロゴのね、レザーホルダーが手に入りました。正直どっちかをサーベールにしたかったんですよ。でも、待てよと思って、アナーキー2つ揃えたら可愛いんじゃねっていう、もうアナーキーのロゴをこのロゴの T シャツとこのロゴのヨーヨーホルダーをつけてたら揃えたらめっちゃ可愛いんじゃねっていう風にとっさに思っちゃって、でもうその場でもう2つともアナーキーでお願いしますっていう感じで買いましたね。いやもう本当にねどれもね魅力的な商品ばかりでね、もう迷いに迷いました。本当に直前までもう頭の中でもうこれがいいこれがいいっていう自分の主張がねぶつかり合ってね、激しいバトルマッチをした結果、このトーナメントを勝ち抜いたね、徳島アランの意思がね今ここに反映されているということで、最後じゃじゃーん、ハイブリッドです。ハイブリッド実は僕トリプルブラックを持ってるんですよ。で、その紹介動画開封動画を実はね、まあ、撮ってなくて、いや、まあ、実際撮ってたんですけど、なんか僕がね、編集納得いかなくて、消しちゃったんですよ。だから、持ってるのに紹介してないっていう状態だったので、これを機にね、
トリプルブラックではないですけど、ハイブリッドの開封動画と、紹介動画を撮ろうかなと思っております。はい、これね、今回レッドを買ったんですけど、レッドめちゃめちゃ可愛いんですよ。今年のね、僕のラッキーカラーもね、赤紫茶色なんですけど、赤なので今回赤を買いましたっていうのもあります。もう皆さん本当に親切なんですよね。オーナーのね、奥山英二さんも、田中大輝さんも一緒に写真撮ってくれたり、なんか服のね、このサイズ感とかも、ちゃんと話を聞いてくれて、大きめに着たいなら、まあ、だいたいこれくらいのサイズがいいんじゃないですかとか、合わせてみて、なんか確認してみますかとか、なんかもうそういうの全部親切に教えてくれて、なんか本当に楽しくお買い物ができたし、まあ、スタッフさんだけじゃなくて、ヨーヨーが好きな人たちと知り合うこともできて、いや、まあ、本当に楽しい時間でしたね。もうね、またポップアップストア行きたい。本当に行きたい。今回ですね、まあ、大体ポップアップストアこんな感じだよという、大まかなね、その風景というか、それと、まあ、買ったものを紹介しました。次の動画で、この服とアナーキーの、レザーホルダーの開封動画、そして、ハイブリッドの開封動画兼レビュー動画を作ろうかなと思っておりますので、皆さんよろしくお願いします。今日はこんな感じで終わりたいと思います。